ごきげんよう、さきのです。今日はですね、最近のトレンドメイクを意識しながら好印象なメイクを作ってみました。その中でもですね、眉メイク今回注目してほしいんですけど、私みたいに眉毛がしっかりと入ってる方が眉メイクする意味あんのかなって思う方もいると思うんですけど、眉マスカラを使ったね、簡単に印象がチェンジできる抜け感のあるメイクなので、よかったらぜひ参考にしてみてください。今回ポイント多めなので、そういうところも紹介していきます。それではスタート。はい、じゃあまずベースメイクやっていきます。キスマットシフォンの UV ホワイトニングベース N の01番です。そしてファンデーションはキスマットシフォンの UV リキッドファンデを使っていきます。01番のライトピンクオークルです。ピンク味がかったカラーですね。結構何点か置きます。思ったよりカバー力が高いので、クマのところにも伸ばします。そしたらキスルースパウダールーセントの少しピンク味がかったお粉を使います。すっごい粒子が細かいので、おでこから鼻にかけて。はい、ベースメイクはサラッサラのマット肌ができました。はい、じゃあまずですね、眉毛なんですけど、私は眉毛これ自眉でしっかりと生えてるんですけど、しっかりと生えてるからちょっとね、重たく感じちゃったりとか、前染めたりとかするときあるんですけど、今ちょっと黒いので、眉メイクはね、印象を変えるときとかすごい大事なのでやっていきたいと思います。結構髪の毛の色と合ってないとね、ちょっと違和感があるので、これより明るめに仕上げたいと思います。まず少しだけ形を整えます。キスミーヘビーローテーションのアイブロウページの08番のカラーを使って、赤みのない髪色なので、これでね、眉頭ら辺をちょっとだけ描き足して、で下がり眉なんですよね、生まれた時から、ほんの少しだけ眉頭を足すのと足さないのって結構大きくって、あと印象もしっかりとしますね。はい、眉頭描きました。結構コメントでも眉頭ないって言われるんですけど、そう、薄いんですよね。続いて眉マスカラはこちら。これね、新色なんですけど、キスミーヘビーローテーションのカラーリングアイブロウの09番のナチュラルアッシュっていうカラーですね。この眉マスカラ結構有名だと思うんですけど、今まで発売されてなかったこの絶妙なね、黒髪にでも合いそうなカラーを使っていきます。今までの定番カラーの04番よりもアッシュが強めでね、08番よりも明るめの色味です。結構眉マスカラは逆らいながらつけていく方法もあるんですけど、私はなんかこう戻しながらつけていってます。結構毛がしっかりと生えてるので、短い人とかは逆毛立てながらやってもいいと思うんですけど、はい、こっちだけ塗りました。こっちが塗ってる方で、すごく自然な感じで色づいてますね。すごく自然な感じでついてくれてます。ちょっとこっちの方が明るめに仕上がってて、ちょっと垢抜けてる感じがすると思います。じゃあこっちもつけます。パッと明るくなる感じですよね。でこちらですね、汗とか水とか皮脂とかにも強いウォータープルーフなのに、追い落ちなんですよ。落ちないとかすごい一番嫌なので、とっても嬉しいなと思います。このブラシすごい使いやすくて、こういう風にやってても全然地肌についてないので、すっごいいいですね。この09番私の髪色とかにもすごい合ってるし、アッシュ系なのでね、抜け感のあるすごい絶妙な、明るすぎないしちょっと暗すぎない感じなので、いろんなメイクに合わせられるし、ニュアンスメイクとかにもすごい合いそうなので、新色これめっちゃ良かったですね。そしたらこちら、ヘビーローテーションのパウダーアイブロウ&3D ノーズナチュラルブラウンを使っていきます。こんな感じでしっかりとしたね、チップがついているので、この細い方で、どちらかというとこのカラーちょっとだけこっち足して、このカラーでこう見た時にちょっと足りないなと思うこの辺とかをほんの少しだけ足していく感じ。そうするとすごい自然に仕上がります。少し足りないなって思うところに、ほんと気持ち程度で大丈夫です。でちょっとこの明るめのカラーでシェーディング的な感じができるので、私は別に鼻のシェーディング毎回つけてないんですけど、なんか最近唇を大きく見せたいから、この口のここを少しやると唇がこうプクッと見えるから、ここと鼻の下少しだけここに入れます。こんな感じです。
眉メイクが完成したんですけど、眉が整うだけでかなりなんか印象的にはしっかりとすると思うんですよ。特に眉毛がこうなかったりとかする子って結構眉が一番大事って言ったりとかするじゃないですか。印象的に見せるのが眉毛が大事だと思うので、こう眉メイクに眉マスカラするだけですごいしっかりするから結構マストだなって最近思ってます。私みたいなね眉毛しっかりさんとかはそうなんですけど、先にちょっとペンシルで足してマスカラしてからパウダーで足していくとすごいやりやすいと思うし、簡単に綺麗な眉毛が作れると思うので調節しやすい感じがするからね、すごくおすすめなので皆さんやってみてください。じゃあアイメイクに入っていきます。アイメイクはちょっと眉毛がねこんな感じで抜け感がある感じなので、ちょっと好印象な感じにしたくって、こちらキスデュアルアイズを使っていきます。02番と07番です。この07番のピンクカラーをですねちょっとこう2つ混ぜてアイホール全体に塗っていきます。好印象な感じにしたいのでうっすらと優しいピンクを、しかもラメ感がねこう程よく入っていてすごい可愛いです。本当にほんのりピンクにしたので優しい感じですね。02番のこのベージュカラーを取ってアイホール全体に入れます。そしたらもっと狭めにこの濃いカラーを使います。こちらです。低めに一番濃いカラーをこういう風に入れていきます。目尻はここの目の終わりのクイッてなってるとこ、このくの字のところを一番濃く入れてあげます。はい、ビフォーアフターです。はい、こんな感じでね、はい、こんな感じでブラウンメイクでもちょっと優しめのメイクができて、アイラインはヒロインメイクのスムースリキッドアイライナーの03番を使っていきます。一気にアイライナーで目尻を少しだけ延長するように入れていきます。こんな感じ、ほんと目の形のまんま入れていきます。ナチュラル、眉毛が結構抜け感があるの でアイシャドウも結構抜け感を意識したので、ちょっとね色の濃いカラーでしっかりめに入れました。ビューラーでまつげ上げます。根元からしっかりと上げて、ヒロインメイクロング&カールマスカラのアドバントフィルムを使います。アイラインと同じように暗めのマスカラを使います。アイシャドウ眉毛が結構抜け感のあるカラーなのでしっかりと引き締まります。すごくもうなんか塗ってる時からカールキープ力があるのがわかる。しかも長さもすごい出る。久しぶりにこうロング系使った気がするけどすごい伸びます。これのねボリュームタイプ使ってたんですけどすごい長さいいですね。なんかちょっとハマっちゃった。そしたらチークを塗る前にハイライトを使います。キスのルミナイザーを使います。パールなんだけどギラギラしすぎないから、さっき結構マットに仕上げたからねこの辺にこうツヤっとこういった感じです。結構本当に自然な綺麗に見えます。鼻先にもそう少しだけ生き生きとした感じになりますね。そしたらチークはキスパウダーチークスの05番です。ピンクだと甘すぎるんですけど、こういったカラーだと優しい印象っていうかね誰にでもこう好かれる感じのチークになりますから、笑った時に一番高くなる位置に楕円型に入れていきます。はい、こんな感じです。全体的に色味のトーンが揃ったメイクになりましたね。最後にリップです。キスのメルティシアルーズの05番です。カラーはこんな感じでツヤ感のある感じのリップの方が印象がいいと思うし、ツル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 って感じで塗れます。すっごい可愛いこのリップ。柔らかいからかまんまってやって足していきます。で少し輪郭をなぞる感じで、血色なさすぎてもね好印象にはならないし、ありすぎてもダメなのでこのカラーすごいちょうどいいと思います。はい、こんな感じでメイクが完成です。はい、こんな感じでメイクが完成しました。最近のトレンドを活かしつつ抜け感だったりとか好印象なメイクができました。ポイントとしては眉毛がねしっかりとしてるのに抜け感が出ていて、アイシャドウとかね色味のトーンを全体的に揃えてみたので華やかだけど派手じゃなくってできる人っていう好印象をね与えられるような目力もしっかりと出たメイクになっています。で今回使ったヘビーローテーションのカラーリングアイブロン09番めちゃくちゃ良かったし、からはヘビロテのマスカラプチプラなのにね8色展開なんですよ。絶対自分の髪色に合ったカラーがね見つけられると思うし、髪色変えた時はもちろんですけど、まあ、シーンとか分けて使ってみてもいいと思います。ドラッグストアとかにも売ってるしね、結構どこにでも売ってるってあれだけど優秀だし何本か持っててもすごくいいと思います。皆さんもぜひチェックしてみてください。なんか太陽が
隠れちゃったね。今自然光で撮ってたんですけど。はい、この動画楽しんでいただけましたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。で、 Twitter と Instagram やっていますので説明欄からフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さきのでした。バイバーイ。